はい、それではですね、ちょっと今回は、500円オリパー6個と、あとあれですね、視聴者の方からちょっとオリパーをいただいたので、それの開封になります。よいしょ、じゃあ行きましょう。ですね、ちょっとこの中に、まあ、今、ラインナップ出てると思うんですが、その、実はですね、もう、モルトネクストというものをね、発見してしまったので、モルネクででも大したリアクションできないですね。またいいですね。あ、ブリキングも一緒取っときますか。このギャローズっていうカード、ちょっと前まで入ってたんですけど、やっぱ最近の赤黒ドルマギには入ってないですね。なんか入れる余裕なさそうなんですかね。よいしょ。じゃあ次行きます。まあ、普通に3でチャージャーって読んで、あれですからね、タイガーニトルとか投げた方が普通に強いんで、シビラッシュだけはいいですね。これ、ドリーミングムーンナイフは死ぬほどあるんですけど、その、シビラッシュだけみたいなカード全然ないんですよね。あと、なんか何気に出ましたけど、ダイヤモンドソードは普通に欲しかったです。はい、次。お、ホーリーですね。4枚セットっぽいですね。後ろのデスハンズが地味に嬉しい。僕のデアリバスター、ちょっと今デスハンズを入れようかと思ってるんですが、どうなんですかね。よいしょ。ホーリー4枚セットです。普通に優秀。熊の実、ドルザーク。ナインは今なんか環境ちょっと、吸い込む。使えるらしいっすよ。短期マグナムですか。あいつの種族がアウトレイジなので、あれ出たら同時にナイン出せるんですね。ビートジョッキー速攻に入るらしいです。お、あ、これモルネクですね。普通にリアクションできたわ。で、リロードチャージャー、ライフプランチャージャーもいいですね。お使い普通に嬉しいですね。で、アクアサファーも一応取っときましょう。このガルドスなんだけど、これアンタップクリーチャー殴れたらめっちゃ鬼カマスメタに使えたんですけどね。残念でした。はい。あ、なんか見えましたね。不動ですね。はい。不動はですね、なんか、僕が最近出たカネボーの CS でですね、ベスト8に、メタリカがいたんですけど、そのデッキに入ってました。ちなみに僕その大会ベスト4なので、今度レシピあげたいと思います。いやー、初めてオリオティスジャッジを手にしましたけど、なんかオリオティスジャッジって、お、ベビージャックだ。オリオティスジャッジ自体は、なんか前回のクリスタルメモリーとか、どんどん吸い込むのに比べたら全然値段は高くないです。お、アトランティスいいですね。大体、値段的には5、6000円といったところですね。現在のジャッジのプロモの価格は。うん、今までの初動価格では一番低いです。まあでも言うて5000円、6000円入ればもう十分みたいなとこありますけどね。参加費1000円ですし。最後が、あ、ないんですね。こっちは高い方ですね。モードチェンジなんで。エターナルソードいいですね。シャフ、お、サムネですね。と、まあ、5、6、3000円だから、3000円でこれならまあ、いいんじゃないですか。これとこれと、これで3000円は超えそうですからね。普通に当たりだと思います。よし。じゃあ、ちょっと視聴者の方からいただいたものを開けましょう。よいしょ。どうしましょうか。いっぱいありますね。なんか、もう表面の段階でだいぶ良さそうなカードあるんで、ちょっと、この辺は避けてみますか。これ怖いな、これ。怖いな、これ。ちょ、全部予想しながら開けてみましょうか。なんか予想しながら開けてくださいって言われたんで。あ、これあれだ。これは自前のやつだ。これあれだ。これ全、なんか自分の買ったやつが混ざってたわ。こんだけですね。こんだけですね、オリパ。ちょっとこっちの4枚は僕が最近買ったモルトネクストのデッキパーツについてたやつですわ。バイナルドアと、これ、バイナラドア4セットではないと思うんだけど、バイナラドアタイムストップン、はい。じゃあ、バイナラドアでしょ。バイナラドア。おー、マジで?いいの?ブランドファースト。これは、ファーストはあんま使われないんですよね。後ろ光ってんな、これ。なんだろう、サファリチャンネルかな。よいしょ。ほい。ジョリーザ・ジョニーの方でしたか。ジョリーザ・ジョニー、いいですね。おー、たっけー。たっけー。でも、なんか今、ジョリーザ・ジュニーより性能が高いのかな?おっと、なんか変なの出てきたぞ。ミラクルンバですね。ミラクルンバ、これ、知ってます?ドギラゴンバスターで出るんですよ。いや、強いんかは知らないですけどね。じゃあ次、弾丸王とか行ってみましょうか。弾丸王か。弾丸王ってなんか普通に高くなかったか?なんか、申し訳ない。弾丸王、性能。おー、マジで?いいの?じゃあ弾丸王。おーおお、たっけーマジかよ、申し訳ないな。バスター、レティシャ。はい。じゃあ、レティシャ。ラフルルか。すげえな。マジか。いいの?これなんかお返ししないといけないタイプのやつじゃない?
さあ、来ました。問題のやつだ。なんだろうな。白。これがヒントになってくるかどうかですよね、問題は。だ僕、診断のジョーカーズあんま詳しくないんですよね。いやー、ジョリー・ザ・ジョリーの銀色とかにしときましょうか。だったらすごいな。はい。これはこれで嬉しいぞ。おー、マジで？じゃ、かます。違うか。